労働戦線は、ナチスドイツ時代の労働者組織。ナチ党の権力掌握後、様々な労働組合の後継として設置された。指導者は、ロベルト・ライ。巨大な規模を持ったが、その性格は曖昧であり、最初から法的に不明確で、政治的に厄介で、イデオロギー的に両義的と評された。ナチ党の権力掌握後の1933年5月2日。 当時ドイツにあった労働組合は次々に国家社会主義ドイツ労働者党や関係の手によって解散に追い込まれた。ナチ党は既存の労働組合を破壊した後、メンバーである労働者が反体制運動に走らないよう、早急に労働者の組織を作る必要があった。1933年5月10日、党の組織全国指導者、ロベルトライを指導者とするナチ党の組織、 ドイツ労働戦線が成立した。ダフは、旧労働組合の人員だけでなく、その資産も引き継いだ。しかしダフは、旧労働組合の権利継承者ではないとされ、旧労組の債務については引き継がなかった。このため、ダフが所有する労働組合資産は、特別法ができて、正式に、労組資産がダフに移転されるまでの間、ダフが、信託管理しているという建前を取った。 党指導部は、非雇用労働者のほか、主工業者、自由業者、経営者をも含む団体を作る構想であったが、国家社会主義経営細胞組織をはじめとするナチス・サハの人々は、ナチス式の労働組合を求めていた。ダフの幹部には、こうしたサハの幹部が多く参加しており、結成当初のダフは、極めて労働組合に近い存在であった。ダフに公式に与えられた権限は、 ドイツに真の民族及び作業共同体を作り上げるための教育のみであったが、実際には国民生活の至るところに介入し、ナチズムの教育を行った。指導者ライは真に社会的で生産的なコミュニティを構築するために、とタフの狙いを述べていた。理論上、労働戦線は労働者と雇用者のお互いの利益を相互に代表する媒体の働きをするために、 存在していたが、経営者の団体自体は、ダフに加入していなかった。第は、学と拳のあらゆる創造する、ドイツ人の組織という理念を示そうとしたが、ダフに加入する職種は、工業経営。一方でダフのこの理念は、従来のドイツ社会に存在していた、階級意識を取り払い、一つのドイツ民族であるという理念を与えた。この時期のダフには、根本法もなく、 その法的立場は極めて曖昧であった。ナチス時代の老式本法である国民労働秩序法でもダフについてはほとんど言及されておらず、明示された権限も極めてわずかであった。この状況を打開するため、ライは相当アドルフ・ヒトラーに働きかけ、10月24日にダフの本質と目的についての相当命令を発出させた。しかしライが 関係各所に図らなかったため、この命令には関係省庁大臣の副唱もなく、正規の官報には掲載されなかった。しかもこの命令でダフは、労使関係において独占的な調停者の地位を与えられたが、これは国民労働秩序法の規定と明確に矛盾していた。しかしヒトラーは命令の撤回を拒絶し、ダフは相当命令、官庁や産業界は、 国民労働秩序情報を盾に、朝廷の権限を争うこととなった。この状況は1935年3月のライプツ比協定成立まで続いた。また、総統命令では、ダフは独自の法人格を持たない党の分子とされていたが、1935年3月29日の党と国家の統一を保障するための法律、施行で、ダフはナチ党の外部にあり、 独自の資産と法人格を持つ付属団体として再定義された。しかしこの法律でナチ党は広報団体と定義されたが、ダフの存在が広報団体かどうかは不明確であった。広報団体と明確化されればダフは監督官庁の指揮下に入らざるを得ず、ダフの独立性を求めるダフ指導部と党指導部には受け入れられなかった。このためダフは 広報団体ではないという路線を貫き、1936年12月16日に、全国労働裁判所は、ダフは広報団体ではないが、そのことは公的任務を果たすというダフの目的に影響することはないという判決を下している。1934年から1936年に、かけて、副総統、ルドルフ・ヘス、内務大臣、ビルヘルム・フリック、 経済大臣ヒャルマル、シャハと労働大臣、フランツゼルテラは、ダフの法的地位を明確化する法律を制定するため、大を交えて協議した。各大臣は、ダフを省庁の下に置こうとし、ヘスは党の立場を強く主張した。しかしやがて問題はドイツにおけるナチ党の法的扱いという大問題に行き当たり、結局ダフの法律は成立しなかった。 1938年初頭、来は4カ年計画全権、ヘルマン・ゲーリングのもとに、ダフ、経済会議所、労働会議所、職業教育の4つの法案を持ち込んだ。これらの法案はいずれもダフの権力を著しく拡大させるものであり、大半の閣僚、党官房のヘスト・マルティン・ボルマン、新英隊のハインリヒ・ヒムラーらの猛烈な反対を受け、一気に叩き潰された。 この頃には、艦長の力は党に比べて、かなり弱まっていたが、党内でのライやダフの地位は決して高いものではなかった。しかし法的地位とは無関係に、ダフはひたすら拡大を続けた。第二次世界大戦中、ダフはさらに拡張を続け、ダフ国家とも評されるありさまであった。ダフの組織は極めて巨大であり、中央事務局だけで7000人のスタッフがおり、 150万人の委員を抱え、うち3から4万人が専従役員であった。ダフの一員になることは、理論上はあくまでも任意であったが、ドイツの商業、工業などのすべての分野において、ダフの一員でなければ仕事を得ることは難しかった。会員は1935年には1500万人、1938年には2000万人を超え、 戦時には労働者人口の90%が加入していたと言われる。会員は大きく分けて20のグループに所属する各カテゴリーに振り分けられ、15ペニヒから3ライヒスマルクの範囲で会費を払わなければならなかった。収入は会費と付属の経済組織から得られ、1935年には2億8千万、ライヒスマルク、1938年には4億5千万、 ライヒスマルクに達したが、これは、ナチトー財政の数倍に上るものであった。労働戦線には二つの大きな組織が存在した。さらにその下部組織が存在した。またダフは、労働組合付属の経済企業を元とし、ドイツ労働金庫など10の分野に及ぶ巨大な、コンチェルンを築き、20万人がそこで働いていた。デビッドシェーンボームは、 第三帝国の最も成功した制度的新規軸として新英隊とともに打フを挙げている。ワイマール共和国の下で契約された雇用契約は労働戦線によって廃止され新たな状況の下で再契約された。労働者が仕事の安全性を高められ、労働者のための社会保障プログラムにますます登録されるようになったと同時に雇用者は労働者により多くの労働を 要求することができた。労働戦線の組織は、それ自身の定義によれば、資本主義や自由主義と戦っていたが、同時に、工場所有者や国家社会主義に対する革命とも戦った。労働戦線は、民間所有の企業の代わりに、大企業をドイツ政府が国営化するのを公然と好んだ。賃金は12人の労働管理官によって決定された。労働者は、 比較的高く設定された賃金を渡され、仕事上の保障を受け、解雇は、ますます難しくなった。労働戦線によって、社会保障プログラムが開始され、余暇活動も開始された。食堂、仕事の合間の休み時間、定時労働も確立された。従って、一般的にドイツの労働者たちは、労働戦線に与えられたものに満足し、 これに報いて、労働戦線に忠誠を誓っていた。ありがとうございます。